眼科医の平松です。今日は視野についてお話しようと思います。視野っていうのは、まあ、普段の言葉でも使う見える範囲のことを言うんですけども、普段言う視野と医学の世界で言う視野っていうのは全然意味が違うんですね。これどういうことかと言いますと、普段の私たちの生活の中で言う視野というのは、両目開けてこうまっすぐ見た状態でどのぐらいまで見えてますかっていうのを、視野が見えるとか視野が広いとかっていう表現しますよね。でも医学の検査の場合っていうのは、視野というのは片目、例えばだから左目をつぶって右目だけで見た時に、そしてそれを動かさない、目を動かさない、まっすぐ見たままどれだけの範囲が見えてきますかっていうのが視野の検査になります。視野というもののこう定義というかな、決め事なんですね。だから右目だけで見て目をギョロギョロ動かしたら視野としての検査の意味がなくなりますし、両目開けてしまったら、まあ、両眼視野といってまた別の視野にはなるんで、基本は片目で見るのが視野というもんですね。だから、患者さん、あなた自身が悪い気がするという場合、多分日本語で言う視野、つまり両目で見た場合、狭く感じるっていうことが多いと思うんです。そうすると実際は医学的な視野は変わってないってこともあります。一方であなたにとっては視野は全然欠けてる気がしないと、なんだけれども医学的な視野は欠けているってことがあるんです。特に視野っていうのは半分ぐらいまで欠けないと気づきません。気づかないことが多いです。例えば緑内障の患者さんとかで右目だけで開けて4分の1ぐらいですね、こう見づらくなっていると、検査をすると4分の1見づらいのは分かるんですけれども、じゃあ気づきますかって患者さんに聞くと、いやいや何にも普通に見えてますって答えます。こんな感じで視野って検査をしないと気づかないもんなんですね。一方で結構悪くなってくると、それがかなり辛くなってきて急に悪くなったように感じることがあります。さっき言ったように4分の1かけてると、いや私大丈夫ですって言うんですよ。で2分の1かけてきて、なんか見づらくなってきたな、でもうちょっとかけてくると急に視野がかけてきたって感じます。でも実際は急に視野がかけているわけではなくて、徐々に視野がかけて、まあ、半分以上になって感じているっていうことが多いわけですね。もちろんこう急に視野がかける病気っていうのもあるんで、またそれは別の問題なんですけども、視野というのはちょっと特殊であって、見えている範囲のいわゆる視野じゃなくて、片目ずつ見た時かつまっすぐ見てどれだけの範囲が見えているかっていうのを測定していると思っていただけるといいと思います。今日は視野って何なのっていう、まあ基本的な話ですねっていうのをちょっとお話ししました。